あの、パラプンテ、J2 沼チャンネルということで、今回、えー、前半戦通信棒ラストですね、ちょっと前半戦終わってからしばらく経っちゃいましたけれどもね、まあ、長崎はこの間ね、えー、ようやくね、岩、え、城、ー、とのゲームが終わって2巡目にも入ったばっかりでは。 ありますけども、しかしまあ、えー、ね長崎、大分、鹿児島、ラスト、まあ、最後の方になっちゃいましたけどもね、えー、今回、対、え、馬、ー、やってきます。で、えー、とメインチャンネルの方、動画概要欄にあるメインチャンネルの方では、えー、長崎、えー、J2 組でいうと長崎をまあ中心に、えー、やっております。まあ、大分に関してもね、えー、今年の最初までは全試合プレビュー、レビュー、この3年、4年ぐらいやってきたんですけれども、ただちょっと動画にする時間がねなくなってきたというかね、なかなか試合を見る時間が僕の生活環境の変化で、えー ななくっってしままたんで、まあ、試合は見ているけれども、ただ結構試合が終わってから2、3日後とか見るんでね、動画にする時間が、時間がないというかね、ねまあ、試合が終わったら3日後にねレビュー動画とか上げてもなという感じもね、えー、しますし、なかなか時間の問題やっていませんが、まあ、大分に関してもうちょっと気になって、ね、追ってるクラブというところでございます。まあ、それで、えーまあ、やっていきましょうか、ね。まずこちら ってことこでまず、えー、長崎からやっていきましょうか、長崎、まあ、前半戦評価 S というところで、まあ、S から D の5段階評価、5段階、S、A、B、C、D、5段階ですね、<laughs> えー、5段階評価のうちの、まあ、S 評価でしょう、まあ、前半戦通信部と言いながら、ね、もう21試合ぐらい終わってますんで、まあ、21試合で、えー、の話にはなってきますが、まあ、チーム内の MVP はやっぱ田中選手でしょうね、今季21試合で2アシスト、本当だから19試合で見るべきではあるんでしょうけれども、ちょっと思ったより もね僕のね、えー、動画スケジュール管理は毎回ね思ったよりも進まんとまあ、メインチャンネルでね毎日3本4本上げていったらなかなかこっちが追いつかんというと本当申し訳ないんですけどね。というところで、えー、MVP は田中選手でしょう。まあえー現在長崎ね しっかりとした順位表って言い方なるかな、えー、暫定順位表か抜け出して、それでも周囲にいるリファーレン長崎を最後尾から支えているのは田中選手であるというところでしょう。で、左出していいのが今シーズンの主なメンバーには、なってきますますあ主なメンバーなんで、リーグ戦とはカップ戦中心のメンバーには、 なりますます、あ、西村選手とかね若い選手、出番がない選手はね名前がないというところでございまして、まあ、全員の名前がある表ではない中前提というところにはなってきます。で えそれでいうと、まあ、やっぱりこの4 3というところで相手をね相当押し込んでいるでやっぱエジカルジュニアがあってファンマーがいてとかね攻撃的なイメージがある長崎に、えー、なっていくんですけどもやっぱ最終ラインの守備の硬さというところですよねも、えー、光ってます、だから分かりやすいところで言うとエジカルジュニアが1番とか、まあ、マテウス・ジェイズスが MVP なのかなという感じもねしますけどもただ、やっぱ最終ラインの田中選手のロングフィードから何本もやっぱチャンスも。 れていますしやっぱビューダップ能力も相当高いで、だからまあディフェンスだけじゃなくてもオフェンスでの関与、え結局、ね、田中選手のアシストにはならなかったけども、もでもやっぱ振り返ってみれば、田中選手からその攻撃は始まった、その得点は田中選手が初め、きっかけ作ったよねみたいな得点、何回もあるんで、やっぱエジカルジュニア、ファンまあこの辺が輝いているのは、田中選手のスイッチの入れ方がうまいとかね。 あると思うんで、まあ、単純に数字残した男が MVP であればエジガルジュニアとか、ね、マテウスが、まあ、そういう選手、MVP にふさわしいのかもしれませんが、まあ、それ以外で言うとやっぱ田中選手、まあ、完全移籍で、ねえーね、来季も残ってほしい選手の一人というところでしょう、まあ、だからまあ長崎に関してはもう S 評価という評価にはしておりますね。でこちら 大分、えー、ですね、えー、評価としては正直 D かなと。 うん、やっぱ戦力とか期待値とかいろんなことを考えればまあ、こんなところで、ね、いていいチームでもないですしまあ上よりも、ね、プロフ県圏内よりもね広角圏の方が近いみたいな現状にはなってしまっていますんでまあ、戦力を考えれば D 評価になるかなっていうところですねでまあ、えー、システム的には4 4 2が一番多かったんで4 4 2にしておりますが例えば怪我人の影響とかいろいろあってねまあ3バック3-4 日をやることもだいぶ増えてきてますしだからまあ片野沢監督って僕の中でやっぱ34日のイメージが。 あったんですけども今年は開幕当フォーバックですよね、まあ、4バックでずっとやっていて、けが人の影響とか結果が出なかったことも、ね、影響していると思うんですけども、まあ、3バックでやることもだいぶ増えてきたというところで、だからこれ一応、ね、先発で使った回数が一番多いシステムにはなりますので、一応四 4, 4にしておりますけども、も最近は3バックもやってるいる大分さんにはなってきますね。でまあ だからまあねデルラン、ペレーラ中外国人がねなかなかまあ最近、ペレーラ選手は3バックになってからね出ること増えておりますが開幕当初、なかなか出番がペレーラ選手もねなかったし昨年、やっぱデルラン、ペレーラこラ2枚がね大分の最終ラインをえ支えたみたいなところがあってでも今年は藤原、安藤のコンビがやっぱり多いというところでねそういうところでなかなか外国人選手の評価が片野さん監督の中で高まっていなかったただ、デルラン、ペレーラも前半戦の最初の方に比べるとだいぶ 出番が増えたかなっていうところにはね、なってきます。で、そう、言ってなかったんですけどね、大分に関しては、ちょっとメンバー少なめですね、あのね、使われた選手が相当多いんですね、これね、J2 のいろんなクラブとかね、見ていますが、出場選手がめちゃくちゃ多い多くて、で本当はもうちょっとこうメンバー的には足した方がね、あの選手がとか、佐藤選手とかね、もう出ていた選手もいるんですけどね、だからちょっとメンバー多すぎて、票がごっちゃごちゃになったんで、ちょっとね、だいぶ削ってね、出しております。 まあメンバー使うね選手が多いということはなかなか選手が監督の信頼を得ることができていなくて結果ね、ね若手選手が出てそこでアピールしてみたいなまあ良くも悪くもですよね、なかなかか本当はこうレギュラー選手として、ね、活躍してほしい池田選手とかもそうですけどねとかもっと出番が増えてほしい選手がね今年はなかなかアピールすることができずで結局、若手選手出番が回ってきてで出番が奪われてみたいなところ逆に言うと若手選手からしたらチャンス にはなる今年の大分にはなってきますがまあ、そんな中で MVP は契約満了からね復活私長澤選手でしょう、まあ、長澤がいなかったら今年はどうなっていたかというところサムエルの負傷中のが長澤再獲得の決め手になったと思うんですけどもね、えー、今季19試合で6ゴール2アシストと。 いうところですねまだ大分のサポーターが多分今一番心配してるのは藤原が裏に帰らないかというところでしょう。藤原選手は育成型レンタルで大分に来てますんでもう帰ってこいって言えば明日にも帰れる選手にはねなりますしまあ、どうなんだろうなね藤原選手もだいぶ大分でも地位を掴んでいて出番も多い、ね、前半戦であったんでちょっとねもうちょっと大分で成長してきてもいいのかなっていう感じもねしますけどただまあ全体としての評価は D というところでしょう。でこちら 熊本の評価としてはまあ C というとことで、まあ、大分よりも評価としてはちょっと上に。 知っておりますここはだからまあ戦力的なところをねまあよくやってんなっちいうところですよね、本当今年ね、ね、まあ、J リーグが他の J リーグクラブから移籍ってほとんどなくてまあ岩下選手が帰ってくるとかねいましたけど、ほとんどがねもう9割がねもう新卒選手が新加入みたいなところがねあってそんな中でまあよくやってんなっちいうまあ順位的にはちょっと苦しいところにもちろんいますけどもただ、こんだけね新加入選手が新卒選手がメインで、でね 毎年チームを作り上げ直すみたいなところもあるんで、なんか D はつけづらいというかね、ねただ本当、戦力的にもよくね、もうよくやってんなっていう感じもね、やっぱしますんでね、そんな中で、やっぱり神村選手が MVP ですかね、まあ、19試合で1ゴール、1アシスト、ト、まあ、豊田選手めちゃくちゃいいんで、豊田か、ね、神村選手か、もしくは熊代選手あたりね、 やっぱり候補として上げたかったんですけれども例えば後ろから攻守においてハードワークしている上村選手を上げるというところでしょうただ、本当に熊本は個人個人がというよりもやっぱりこう戦術的なところですよねで、やっぱり頑張っている感じがします。まあ、戦術的なとところというかやっぱこうね組織で 戦うというところで、ね、結果残してきますんで、もちろん、河村選手の能力も高いんですけど、ただやっぱりみんなが本当ね、えー、同じ方向を向いて、ね、戦ってなってという感じもいたします、まあ、若手選手もいい選手がいます、粉川選手ともそうですし、道を歩き、熊代、えー、藤井、この本当ね、将来、まあ、J1 で全然やれそうな選手がいっぱいいますんでね、今後、のこちょっと期待していこうというところですね。でこちら で鹿児島に関してはまあ D かな、難しいんですよね、鹿児島ね、最近調子を上げているんでね、ねまあ、C マイナスとか D プラスぐらいの。 評価かなっていうところでね、まあ正直ね難しいところ本当にね難しい。まあ、やっぱり最近のねまあ活躍とかねこの調子の良さを考えれば C なのかなって思いつつもだがま本当 D って書いてますがもう実際はねもう、えー、C に近いと考えてもらって結構ですというところの評価にはなってきます。まあ本当最初はどうなることだと思ったんですけど最近は調子を上げている、えー、鹿児島さんというところですね。まあ本当鹿児島に関してもねスタジオも 問題をなんとか早く解決してほしいかなで、スタジアム問題を解決するにもね、ねまずこう県民の方とか、まあ、地域の方からの信頼を得てとていうところにはね、なるんで、まあ、その信頼とか興味関心持ってもらうには、やっぱね、これね、えー、J2 の中で上に行く、勝つしかないと勝つことによって、ね、こうスタジアム建設へのとか、ライセンスへの機運が高まると思いますんで、そこはね結果を、えー、残してほしいというところでしょうかね。で、まあ 前半戦 MVP に関しては、藤村選手、ボランチの選手ですね、今季21試合で2アシスト、後ろからしっかりこうチャンスを作ることもできますし、まあ、チャンスメーカーというか、本当、攻撃のきっかけを作る選手ですよね、でも守備でもしっかり、やっぱり手を抜かず、ハードワークしますんで、まあ、ベテランの域に入ってきた藤村選手にはなりますが、本当、チームを引っ張っては、ね、茨城選手とか、ね、ベテラン選手もいますし、ね、ゴールキーパー、出森選手とかもね、まあ、印象的な成分もあって、でね、ウィングの遠藤選手、ね、いいですね。 ね、遠藤選手ね、体切れてますしね、とかね、いますんで、まあ、このチームもね、ほんと、カチッと余れば上に行くのかなって思いつつも、ようやく最近、そのエンジンがかかってきております、さあ、後半戦ね、まあ、えぇ、ー、躍進になるかというところでしょうかね。と、はい、いうことで、今回以上です。以上パルンまございましたたかった